今日は昨日の残り物の牛すじを使ったピザです。煮てもいいのだけど低温調理にしてみました。おちゃん、実はピザを作るのは人生で2回目です。強力粉が 125g、 薄力粉が 25g、 イースト菌が 3g、 混ぜてこねて水が少ないように感じた。でも案外発酵しててふっくら感はちょっと出てたかなって感じでした。それで内粉、ここから周りに伸ばしていくんだけど、パチン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 、水分がないのでちゃんと伸びませんでした。でもって生地を作っている間に茹で上がった牛すじです。てかこの前6時間ぐらいやったけど、実は90分でいいんじゃねえか。ということでトマトソースを生地に塗り、牛すじを並べていってみて、そしてチーズをパラ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 、普段ほとんど使わないオーブン機能、宝の持ち腐れになりそうなので、こういうもので2枚作ってみました。さあここから出来上がって、ピザを切るあの丸いギザギザのノコギリみたいなやつ、ああいうの持ってないから、ナイフとフォークで代用。チーズの溶け方が良くなかったのはチーズの種類だと思ってます。ということで第3回目のピザやるかどうかは考え中です。また。